ーダーブーム、日本のビデオゲーム文化はここから始まった。でその頃ってちょうどいろいろな世相的に言うと、ロッキーの事件でこう騒いでる構造とかですね、ピンクレディーがまだいたなとかですね、ヤクルトが初めて日本一になるとかですね、なんかそういったところの世相ですよ、世相というと。でその頃に、世の中にテレビゲームってのがいっていうのが、ファミリーコンピューター開発における任天堂の戦略、それは性能、価格、ソフトラインナップ、その全てが画期的であることだった。ハードにはゲームに必要なエッセンスのみを凝縮させ、価格は親が子に買い与えられる程度。